ブリャンスクは、ロシアの都市で、ブリャンスク州の州都。人口は、約43万1526人。ボルバ川とデスナ川の合流地点もスクワから約380キロ南西に、位置しており、西には、ベラルーシとの国境が、南には、ウクライナとの国境がある。市の北部のベジタクで、ドニエプル川の支流デスナ川にボルバ川が合流する。 交通の要所であり、鉄道、道路が、ベラルーシのホメリアウクライナのショストかを結んでいる。工業が盛んで、金属、機械工業の大工場が林立する。10世紀頃からですなカワウガンに要塞が築かれていたと見られるが、ブリャンスクが、資料上で最初に確認されたのは1146年で、あり、溝、低地などを意味する、ティブリアンスクと当時は呼ばれていた。 チェルニゴフ公国の最北の町であったが、1237年から1240年に、起こったモンゴル帝国のルーシ侵入を受けた。都のチェルニゴフを焼かれた、チェルニゴフ公は、ブリアンスクへ、センタが、1310年にも、モンゴルの侵入を受け、以後スモレンスク公国の軍門に下った。1356年より、リトアニア大公国のアルギルダス大公が相続により、 獲得しリトアニア領となったが、リトアニアやロシアの諸行による争奪を何度も経験した。ブリアンスクの制度1503年にベドロシャの戦いに勝ったモスクワ大公国がブリアンスクを征服し、その支配はロシアツアーリ国、ロシア帝国へと受け継がれた。ブリアンスクは17世紀初頭の大動乱の時代、要塞として重要な役割を果たした。 ピョートル一世の時代に、キエフ県に編入されたが、エカチェリーナ二世の時代の1779年に、オリオール県に編入され、死となり、紋章を与えられた。17世紀から18世紀にかけて、ブリアンスクは交通の要所に位置していたことから、交易拠点として発展が進んだ。近郊のベスナ川沿いに立つスベンスキー修道院では、スベンスカヤの市が毎年開かれており、 ロシア西部でも最大の定期史として知られるようになった。地下資源に恵まれていたこともあり、1783年にはロシア海軍の大砲と弾薬の生産拠点が置かれ、この地方の交易の中心から夜勤工業と繊維業の町へと飛躍を遂げる。19世紀には本格的な工業化が進み、蒸気機関車、客車の生産などが盛んであった。 1917年の時点で人口は3万人を超えた。1918年、ベラルーシ人民共和国がブリアンスクの領有を宣言したが、1919年にボリシェビキにより占領された。第二次世界大戦ではドイツ軍に1941年10月6日に占領され、ドイツ軍とソ連軍の激戦地となり建物等は完全に破壊された。 ブリアンスク周辺では6万人以上のロシア人がパルチザンとして活動し、ドイツ軍を苦しめた。1943年9月17日に赤軍がブリアンスクを解放し、1944年には新設されたブリアンスク州の州都となった。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故では、 発電所からほど近いブリアンスクも少なからぬ影響を受けた。ブリアンスクのトロリーバス今日のブリアンスクは、鉄工業、金属工業の中心地であり、大工場が多数立地する。列車、貨車、機関車などは重要な生産品である。ブリアンスクは2つの大学があり、劇場などもある。ブリアンスク州の文化、教育の中心でもある。市内にはトロリーバスが走っている。 ありがとうございます。